ここから、さらにですね、問題を解いていきましょう。だんだんですね、難しくなってくるところかと思います。ではですね、進めていこうと思います。今ですね、左側に3つの数字を載せていただきました。Z1、Z2、標準偏差ですね。この3つの数字がありますが、これから何をするのがいいのかというとですね、この Z1 と Z2 ですね、この Z1 は 1.2 なので少し短めでですね、Z2 が左側で少し長いという形になっています。で、このいびつになっている標準偏差からのですね、距離、ばらつきがちょっといびつになっている結果として、大きいタコの数が増えているということになっていますので、何をしなければいけないかというと、このですね、Z1 の距離と Z2 の距離が同じになれば、一番、誤差を減らすことができるということですね。これわかるか、ちょっと、ですね、図でちょっと見てみましょう。結局、一番誤差が少ないことが何かというとですね、常にですね、このある距離ですね、この 2g の距離というのは一緒ですね。なので、この 2g の距離をですね、どこで取っていくかという話ですね。で、ここで取っていくと、こう、誤差というかですね、背景にするタコが大きくなってしまうんですが、理想的にはこの距離こっちにですね、ずらしていって、で、ここの範囲に収めていくということをしていくと。で、それが結果としてどうなるのかというと、この真ん中のですね、平均の値から右側と左側の標準偏差のですね、Z の値。これが一緒になるというところが一番誤差が少なくなる。なんでかというと、この左側と右側のですね、背景になる面積が小さくなるからですね、最も。っていうことが言えますので、そこからですね、今回計算をしていって、このじゃあどれぐらいですね、ずらせばいいのかというところをですね、計算していこうと思います。これ結構シンプルな計算で、解くことができます。Z1、まずですね、Z1 プラス Z2、これですね、足したものが、3.92 ですね。で、これを2で割ったものですね。で、3.92 割る2イコール 1.96 なので、1.96。が、理想として最終的に取りたい Z の値となります。なので、この Z の値を求めるためにはですね、どうすればいいのかというと、1.96-1.27 イコールとして、0.69 ですね。これすべて標準偏差の値で計算をしております。Z の値で計算しています。で、Z の値を計算していく中で、これは単位面積あたりですね。単位大きさあたり。今回の場合は単位タコの大きさあたりの数字ということが言いますので、それに今回の問題に適したタコのですね、標準偏差の値をかけていくということをしていきます。そうすると、0.69×0.51 ですね。という計算をすることによって、およそですね、0.35 という結果を得ることができます。で、ここから何がいるのかというと、0.35g 分だけですね、この問題におきましては、セットする大きさを小さくしてあげればいいんですね。そうすることによって、タコの切った結果としての廃棄の量を最小にすることができると言えます。これはつまりどういうことかというと、今ですね、カットしているもののですね、平均の大きさっていうのが、これが理想的だった場合はですね、この少し右側にずれてしまっていて、で、ここのずれた平均の値っていうのが、12.35g になっているということですね。だから、これをですね、0.35g 左側にずらしてあげることによって、最も廃棄の数が少なくなるというものになります。で、ここでですね、今まで、いくつか計算してきましたが、この Z とかですね、あとは標準偏差かけるとかですね、割るとか、そういった部分が結構分かりづらいかと思っています。で、この点に関しましてはですね、次のところで補足として、身近な数字、具体的にはですね、偏差値という考え方、これについて、見ていこうと思っております。そこを通じてですね、解釈というか、イメージを置かせていただければと思っております。まずはこれでですね、次の演習ですね、この演習の問題を終わろうと思います。お疲れ様でした。